ここに様々な女性の名前が書かれたカードがあります。それではお客様にこの女性の中から一人最も愛おしいと思う人の名前を選んでください。初恋の人の名前でも結構ですし、まあ今の彼女の名前というのはもしかしたらね知ってるかもしれませんので、私にわからないお名前を全く自由に一つ選んでください。もちろん言わないでください。心に決めていただきましたか？はい。そうしましたらそのお名前がどのカードにあるかだけ教えてください。どこにありますか？ここですね。わかりました。ではカードを混ぜます。実はこのカード裏にも名前が書いてありますけども、表とは違ってぐちゃぐちゃに書いてあります。これから私は後ろを向いて一切見ません。お客様が心に決めた女性のあるカードを取り上げて、その名前を上からすべて読んでください。もちろん自分が選んだ名前のところで声が変わったりしないように注意をしてください。めぐみ、あおい、すみれ、もえ、ゆうか。ありがとうございます。お客様は一人の女性を決めたはずなんですけども、今読んだ中でやはり微妙に変化が起きてしまいました。私には選んだ女性の名前が分かりました。選んだのは優香ですね。